はい、花龍馬さん、動画の方ありがとうございます。なんかむちゃくちゃ面白い動画になってましたね。花龍馬さんのコメント欄にそう書いてあったんでしょ。だから私のことをね、やっぱり花龍馬さんの動画でも拡散してくださる方がいるんですよね。基本的に YouTube ってコメントが埋まれば埋まるほど報酬単価って高くなるんで、私としては歓迎することなんですよ。書いてある内容が良くても悪くてもなんですよ。まあ人の見方ってのは様々ですからね。私も散々パラ麻生財務大臣をいろいろとねちっくりちっくりしてきた立場から言って、私がねアンチなことをされても全くもう文句が言えないなと思いますし、なんせ言論の自由がありますからね。そして私のこの顔が好きな方もいれば嫌いな方もいると。アンチな活動するのに一生懸命な方もこの世の中にいますし、それはゼロにはならないんですよ。ということでね、まあ、人のことをどうこう言う前に自分の人生をしっかりと打ち立てていこうかなと思います。今日はですね、弱者から金を巻き上げる仕組み、このね悪質さについてちょっとお話ししようかと思います。私は中学の頃喧嘩に自慢でした。喧嘩自慢でした。でしかもねすぐカッとなってね人を殴る人間だったんですよ。だから小学生の時も、まあ、喧嘩はねすぐしてね、でどっちかが泣くまでやるみたいな感じで、まあ私も泣かされたことがあるんですけど、基本的に体がでかいんで、でパンチもでかいですからね、何もしなくても大体勝ってたんですよ。でも中学の頃になるとね、やっぱグレてるやつらの中で武道をやってるやつとかいるんですよ。武道をやったんだけどもどっかでねグレて、その力を暴力に使ってなんかねいじめやったりカツアゲやったりとかするやつが出てくるんですよ。でそういうのとガチンコした時に私は素人だったんでかなわなかったんですよね。そこでですね、弱者から金を巻き上げる仕組みに、私はシステムに私は入りました。そう、極真空手に入門したんですよ。月謝を払いながら、私はもう弱かったんでね、強いつもりだったんだけど弱かったんで、お金を巻き上げられながらね、弱者ですから、でちょっとずつ訓練を積んでいったって形になります。おかげさまで一定レベルまでなりましたんで、まあまあ強くなったかなと自分で思えるぐらいまで行ったんですね。でも強くならずに、このトレーニングがものすごくきつかったんでね、弱いまんまやめていくやつがいました。そしたら 弱いまんまやめてったやつは、なんだよ金ばっかり取って全然強くならないよというふうに言ってました。まさに弱いやつから金を巻き上げる仕組みですよね。そして高校になったらさすがにあれこれ喧嘩することはなくなったんですけども、その代わりね塾に行きだしたんですよ。私は学習塾にね、柄じゃないですけども、学習塾がまたね弱いやつから金を巻き上げる仕組みなんですよ。受験に弱いやつ、覚えるのが弱いやつ、頭が弱いやつから金を巻き上げて、おい勉強教えてやるからよと、勉強が得意になるからお前金払えよみたいな塾ばっかりですよね。もはや頭がよくって塾なんて行く必要ないですよっていう人を相手にしてくれる塾はこの辺ないんですよ。空手道場もね、どこに行っても優勝するような、どこに行っても喧嘩で勝つようなやつをうちに来てくださいみたいな空手道場ないんですよ。弱いやつからしかお金を取らないし、弱いやつに対してしか強くしてやるよって言わないんですよね。いや世の中ひどいですね。世の中にオンラインサロンっていうのが最近はありますよね。自分で稼ぎ方はわからない、自分の人生に悩んでいる、自分では問題解決ができない、そういった弱い人を集めて弱みにつけ込んで、金払ったら問題解決してやるよって、えお前モテないって、金払えってモテるようにしてやるから弱みにつけ込んでくるんですよね。ひどいですね。だからね、こういう弱い人から金を巻き上げる仕組みにはもう一切入らない方がいいですね。だから自分が弱いと思ったら弱いままで生きていくことで、虐げられていくこと、それでいいんですかと思いますけども、それでいいんでしょうかね。多少自分を鍛えてもらえるようなところに試しに入ってみて、それが結果的にはそう理想通りにはならないかもしれないけども、でもいろんなところにトライしていかないとね、何も見えないと思うんですよ。で一番いいのは自分で独学でやること、誰にもお金を払わずにもうコツコツと時間をかけてね、自分で自分をトレーニングしていくこと。でもそういうことができないから人に依存して、なんか稼がしてくださいみたいな感じで駆け込んでいくんですよね。で稼ぐ方法はいっぱい教えてもらってるのに、それを自分でやらない、やらないから結果が出ない、結果が出ないのは自分のせいじゃなくてお前が稼がせないからだろっていうふうなせいにする。でもね、花よりもさんどうですかね。私の速稼塾ははしごはかけてあげます、自分で上がってくださいっていう塾ですよ。みんなの銀行っていうはしごはかけました、自分でやってください、プロフィール書いてください、自分で障害コード入れてください、自分で障害活動してください、 YouTube 稼ぎますよと、 YouTube っていうはしごをかけました、自分のアカウントでやってください、自分で動画作ってください、自分でファンを増やしてくださいね。ひどいやつですね速稼塾ってのは。はしごはかけるけども2階までおんぶしてあげてはくれないんですよ。
自分で上がりなさいって言うんですよね。ひどいですね。 FX っていうはしごはかけました。暗号通貨 ADA っていうはしごはかけました。自分でお金を払って暗号通貨買ってください。自分でドルを買ってください。そして自分で売買してくださいね。弱いやつから金を巻き上げる仕組みの、これが私の速稼塾ですよね。だからダメだ、自分が寝てるだけで速稼塾に入っただけで稼がしてくれるなんてことはないんだと思ったら入らない方がいいです。でもね、自分の力をつけたいんだと、自分で挑戦していくんだ、自分で学んでいくんだ、自分の足で歩いていくんだっていう人は速稼塾に来ればいいと思うんですよ。その結果私の仕事に耐えかねてね、もう稼ぐこと諦めるんだったら、それはお金を巻き上げられて終わりです。ただし速稼塾は30年ローンがありますから、一挙に巻き上げられることはありません。心配だったらね、最初にちょびっとずつ払って、大丈夫かな、稼がしてくれるかな、どうかな、2回目の支払いしたぞ、どうかな、稼がしてくれるかな、いや稼げれるかな、ちょっと大変だな、自分には向かないなと思ったら、別に支払いを私は請求1回もしないですからね。請求1回もしない。だからやめていってもいいと思うんですよね。そういうふうに私は速稼塾を作ってますんで、速稼塾にもし騙されたと思うならね、私がどんな言葉で騙したのかちょっと教えてくださいとね。騙したのか、私はお金を払ってくださいということがないんですよね。ただしですね、私の動画をピッと再生したときに、その動画はたまたま販売してるページかもしれません。でもそれはあなた個人に向けたものかどうかよく考えてくださいよね。不特定多数の誰かに対して言ったものか、それともあなたを縛りつけて強制的に買えとね言ったのか、もしセールスが嫌なら再生ボタン押さないでください。私のメールを開かないでください。ただそれだけでいいんですよね。私のメールを好き好んで開いて、動画を好き好んで再生して、途中で停止ボタンを押すことなく最後まで見て、繰り返し繰り返し見て、銀行口座の方でえちらおちら言ってね。私の支払いっていうのは銀行口座しかないですから、オンライン決済とかペイペイとかクレジットカードやってないですからね。だから銀行口座に行って現金をカシャって入れないといけないんですよね。その時にこれ騙されてるのかなと思ったら、お金入れなければいいですからね。私は請求してないですからね、むしろ支払い方法に疑問があれば、支払い方法をあなたが提案してくださいって言ってるんですよね。頭金3万円もどうかなと思うんだったら、3万円すらねもう払いたくないと思うんだったら、じゃあ3万円を分割にして5000円の6回払いで頭金どうですかって言ったら、いいんじゃないのって私はね OK 出しますよ。その提案をあなたが決めたんだったら OK です。最初頭金100円でいいですか、いいんじゃないですかって言うかもしれないですよ。実際そういう方います。頭金100円でそれを30回払いでどうでしょうか、3000円ですと、ね、それでいいんだったら入ればいいんじゃないですか、ね、私はどうしてもあなたからお金が欲しいわけじゃないんですよ。あなたが欲しいのは お金が欲しいのはあなたの方ですよねってことですよね。で速稼塾に入ってもお金が稼げそうないんだったらやめた方がいいです、ね、だからたまに無料でねお金を稼ぐ方法を紹介します。みんなの銀行今やんないとダメですよ。みんなの銀行で稼げないってことは速稼塾に入っても稼げません、ね、みんなの銀行で稼げないですか。だって1000円は稼げるでしょどうやってもね。いやみんなの銀行で1000円稼げないんだったら、もう速稼塾のどんなツールを使っても無駄ですよ。できない、1000円が稼げないんだったらね。それだったら速稼塾に来て稼ぐことを学ぶよりもコンビニに行って働いた方がいいですね。そして最後まとめになりますけども、花山さん、もしね弱者からお金を巻き上げる仕組みっていう方がいらっしゃるとして、本当に弱者からお金を巻き上げる仕組みがあるとしたら、私のこと逆にねこう言ってみたいんですよ。お金を自動的にもらえる仕組みを使ってるのは誰なんですかってことなんですよ。これはね表現方法難しいんですけども、唯一そういう人がいるんですよ。これは悪く言うわけじゃないんですよ。制度としてこういうのがあるっていう話です。生活保護の方は言ってみれば社会的弱者だと思うんですよ。自分で月収100万とか200万とか作れない、自分でビジネスできない、体がちょっと弱いかもしれない、精神的にちょっとね問題があって、なかなか社会の労働に耐えかねる方だと思います。そういう方を保護するために生活保護ってあるんですよ。でもその生活保護っていうのは誰かがお金を自動的に払ってくれる仕組みです、ね、これ悪い言い方したら生活保護は税金を巻き上げてるっていう方もいるんですよ。だから情報っていうのは人の表現方法によっていろんな言い方ができます。もちろん私は生活保護の方はお金を巻き上げてると思いません。ものすごく温かい仕組みなんだけども、でも金額が小さいんでもうちょっと上げましょうっていう運動を私はやってます。生活保護費37万でどうですかっていうふうに私は言ってますけども、そんなに生活保護費払うんじゃねえよって私は怒られますよね。え、なんで怒られるんだと、いいじゃないか、お前の懐が痛むわけじゃねえだろうっていうね。私は生活保護費は37万が妥当だと思いますけども、これに対してまでアンチがいるんですよ。
ね、じゃあ生活保護費を今の金額から5万円にしましょうかって言ったら、これに対してもアンチがいるんですよ。だから何かを言えばね、アンチが来るんですよ、ね、その代わり味方もいます。だから私は味方が一人でもいるなら1000人のアンチはどんとこいですよ、ね、そういった私と同じ方向に向かってくださる方、私のかけたはしごを登ってくださる方、そういう人がいる限り私は発信をやめないでしょう。いってらっしゃい。